皆さんは外国の人に日本の歴史を教えてと言われたらどんな話をするでしょうか。日本という国に誇りを持てる、そんなお話を今日は霊的視点からお伝えしたいと思います。天使のモーニングコール、題して知っていますか、日本の素晴らしさ。来週5月26日27日には伊勢志摩サミットが開かれます。伊勢といえば伊勢神宮、2013年に行われた20年に一度の式年遷宮も記憶に新しいところですよね。この年はですね、1000万人を超える人々が参拝に訪れたそうです。伊勢神宮には皇室の祖先といわれる天照大神が祀られています。古事記や日本書紀に記された神々の系図は現代の金城天皇まで連綿と続いている。幸福の科学大川隆法総裁は、日本という国の素晴らしさの一つはまずこの歴史の長さにあると説いています。日本は現存する世界の国家の中で、ある意味では最古の国家なのです。もちろん文明としてはもっと歴史があるところもあると思いますが、そうしたところは国家としては何度も滅びており続いていません。日本の場合、125代天皇が続いたという史実は、神武即位の時から計算すれば2700年経っているということになります。やはりこれだけ連綿と続いた国家があるのは、世界史の中の奇跡だということを知らなければならないでしょう。私は日本の国はかつてのギリシャやローマに決して見劣りすることのない歴史的に素晴らしいものを持った国だと思います。大川隆法総裁の書籍、日本建国の原点、幸福学概論から朗読しました。2700年もの歴史を持つ国、日本。この国が世界史の中の奇跡だというような認識は、私自身このように教えられるまで持っていませんでした。西暦より長いということですもんね。こんなにも長い間、日本という国がこの世に存続できた理由、そこにはこの地に生きた数多くの先人たちの国を愛する心から発した努力、知恵、そして勇気があったんだなと思います。さあ、加えて霊的視点、宗教的視点から見てみましょう。書籍、正義の法、未来の法を紐解きます。その国の人々を豊かにし、富まし、正しく導く民族神という存在があり、いろいろな国に民族神がいるのです。この国の中心指導霊である雨の御中主の神という方は、発展繁栄を非常に強く訴えかける神です。そして日本神道ではこの方が一番偉いのです。女神である天照大神の方は、
どちらかといえばおっとりした調和型であり、日本の精神性の面では彼女の個性の方が支配的なのかもしれませんが、日本の国を中心的に引っ張っている霊人は発展繁栄が好きな方なのです。そのように発展繁栄型と調和型の二人の主導神が中心になって日本を牽引してきているのです。戦後の目覚ましい発展や和をもって尊しとなす日本人の精神性を思い出すと、今朗読したお話うなずけるという方もいらっしゃると思います。霊的視点から見ると、国というものは偶然できるものではなく、天上界の計画、神々の意志が働いて作られるものだと仏法真理では説かれているんです。こうした視点を持って日本の歴史を紐解くとき、そこに雨の御中主の神、天照大神を中心として太古の昔から繁栄と調和の光でこの国を守り導いてこられた神々の臨在が感じられます。例えば飛鳥時代、聖徳太子が仏教を導入、異なる宗教である神道と仏教が共存してきたということに、この国の懐の深さ、寛容の精神が現れていますよね。また世界最古の長編小説、これは紫式部の源氏物語なんだそうです。1000年以上も昔の平安時代に女性が活躍していたということも特筆すべきこと。女神である天照大神の導きが感じられます。さらに18世紀の江戸の町は人口100万人を超えて、これは当時としては世界最大の都市だったそうです。神道仏教に加えて孔子の儒教の教えも盛んに学ばれて、豊かな文化が栄えました。そして明治維新を迎え、戦争を経て現代へ。一度は焼け野原になっても、その後見事に復興を果たしたことも本当にすごいことだと思います。長い歴史の中で多様な価値観を融合し、政治、経済、文化の面で豊かに発展、繁栄してきた国、日本。その精神性は現代を生きる私たちにもしっかり受け継がれているはずです。私たちが普段当たり前だと感じていることにこそ、世界に発信すべき素晴らしいものがたくさんあるはずです。書籍不釈神妙の心未来の法にはこう説かれています。世界に対して発言力を持つためには、やはり自分自身に自信を持たなければいけないのです。日本の歴史、また日本人の努力や創意工夫に対してもっと自信を持たなければいけません。日本にも立派な人はたくさんいたのです。日本の国全体、国民全体が日本の歴史というものをもう少し正当に見直す必要があると思います。もちろん日本には失敗したところもありましょうが、日本の美点を見直し
諸外国の歴史ともよく見比べてみて、自分たちはこういう民族であり、こういう人々であり、こういう国なのだという正しい自己認識、アイデンティティ、独自性を持たなければいけません。それが自信の部分につながってくるのです。やはり自国の歴史をきちんと知った上で、外国のことを勉強して自国と比較し、その善悪などを公正な観点から見ていくことが大事だと思います。歴史や偉人伝から日本の美点を見直すこと、そしてさらにそこに秘められた神仏の意志や天上界の計画にも思いを馳せることは、私たち日本人一人一人にとっての誇りにつながります。そしてその誇りこそが、力強く積極的に未来を切り開く力を呼び覚ましてくれるでしょう。それがきっと世界の人々に対する愛ですとか奉仕の心にもつながっていくと思います。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。2012年7月に行われた大講演会の抜粋です。まだこの国には力があります。いや、実は潜在的にはもっともっと力があります。もっともっと力があって、この国だけのことを考えていてはいけない立場に今あるんだということを知らなければならないんです。世界各地でいろんな事件も起き、災害も起き、紛争も起きています。皆様方には関係がないように見えるかもしれません。しかし現実には救いを求めている人たちが数多くいらっしゃるんです。それを知らなければならないというふうに思うんですね。日本というのは素晴らしい国です。道徳心もあります。その意味での精神性もあります。足りないのは道徳心を超えた純粋なる信仰の世界まで入っていないという、その事実だけであります。今日本がそうした世界に発信できる純粋な信仰というものを持ち得ることができ、その信仰が繁栄をも含んだものであるならば、この教えは世界を救うことができるんです。他のアジアの国々やアフリカの国々、北米、南米、ヨーロッパの国々、救うことができます。貧しい国を救うことができるのは当然ですが、先進国だって救うことができるんです。今ヨーロッパも政治的な、また経済的な危機の中にあると思います。日本の発言力はほぼゼロに近いかと思います。発信する人がいないからです。考え方を発信する人がいれば、ヨーロッパの危機だって救えないわけではありません。アメリカにだって話し合う余地はあるでしょう。今世界をリードしていく力が必要なんです。そのためにはこの国が衰退してはならないんです。今目指すべきはさらなる繁栄です。国家としての
繁栄の目標が必要です。そして自国民だけが豊かになるのではなく、その繁栄は同時に国防であり、その繁栄は同時に正義を世界に発信するための力になるんだということを肝に銘じていただきたいと思います。お聞きいただいた説法は書籍未来の法に収められています。天使のモーニングコール、ちょっぴり息抜きオンザソファーのコーナーです。幸福の科学はあらゆる分野で活動を展開していますが、ハッピーサイエンスとして海外でも活動を広げています。この時間は幸福の科学国際本部の常務理事栗崎愛子さんにお話を伺います。とってもキラキラした、美人の方なんですけれども愛子さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。栗崎さんは、はい、この国際本部の常務理事として、日々活動されていらっしゃいますが、この国際本部としての活動というのはこうどういうことを具体的に展開しているんでしょうか。いやー、もう幅広いのでなかなか難しいんですけれど、例えばどういう国に、合わせて何カ国ぐらいに、信者がいる国はもう100カ国以上となっております。翻訳された大川総裁の書籍も、今28言語広がっております。栗崎愛子さんはハッピーサイエンス幸福の科学の国際本部で常務理事として活動されてますけれども、一番自分のお仕事として多いのは何でしょうか。一番多いのは祈願同士ですかね。祈願というのは海外ではどんな感じで日本語で行われるんですか。その国によるんですけれども、英語というリクエストがあったら英語でやって、日本語の方がいいって言われたら日本語であげてます。栗崎さんご本人は帰国子女でいらっしゃって、ドイツで の生活が長かったそうですけれども、英語も堪能でいらっしゃるということで、そのようなリクエストも来るんだと思いますけれども、やはり国によってニーズが違ったりするんですか。教えのそうですね、そうですね、発展途上国と先進国でもまた悩みも違うので、先進国はやっぱりストレスマネジメントとか人間関係の悩みが結構多くて、発展途上国はこうどうしたら豊かになれるかっていう幸福の科学富の教えもありますので、そういう教えに惹かれてこられる方も多いですし、その全体見てるのでなかなか大変なんですけども、でもやりがいはありま すね。一人でも多くの人にこう幸せになっていただきたいので、大川隆法総裁ご自身も海外巡釈という形で、いろいろな国に回られていますけれども、栗崎さんの認識されている範囲でどんな国かをちょっと並べていただけますか。もう他海外では24回もご法話を説いてくださってまして、まずアメリカ、韓国、イギリス、台湾、オーストラリア、ブラジル、インド、ネパール、フィリピン、香港、シンガポール、マレーシア、スリランカ、ウガンダに行ってくださっております。今後も何かどこかでありそうですけれども ね、いや本当に全世界に幸福の科学の教えを学んで発展しよう、あるいはこう悩みを解決しようとしている、方が本当にいらっしゃるんだなということが手に取るように分かりました。また今度もそんなお話、最新情報などお聞きしたいなと思います。お役に立てることがあれば。ありがとうございます。ありがとうございます。幸福の科学の国際本部栗崎愛子さんにお話を伺いました。